です。ストーンハウスやっていきますよ。前回はあまり覚えていないのですが、どんな感じで終わったんだっけな。ちょっと探索をしていたことは覚えているんですけども、どうだったんでしょう。まあ動画がすっごく溜まってるんですけどね。まあいつアップデートが来るか分かりませんからね。バンバン撮っちゃいます。いいですねこの食事風景。すっごい並んでる。あーでも溢れてる子もいるな一応。で今食事タイムということは、早速食事した後にこういうところにね、あここはもう終わってるけど、こういうところにね攻めに行く予定だったので、もう行かせちゃおうかな。この音楽をなんとかしたいんですよね。どこにいるんでしょうね敵。ここにもいないでしょ。絶対近くにいるってことになってるんでしょうけど、えこの近くってことですよねそれ。まあ仕方ないかな。うん、指示だけ出して時間を進めましょうか。じゃあここに一人、パーティー1だっけな、この人が、こちらに攻めに行って、あと一人はどこにしようかな。ウルフくんがね、大体こっちの方に走っていくんですよね。ですからここら辺に、ここは入ってない、これ消しちゃおう。でこれをここら辺に、この人をここら辺に連れてきちゃいましょう。では進めていきましょう。この音楽をなんとか早くなんとかしたいんだけどな。なんでだろうな。昔の、あ、ごめんなさいね、昔のようなのどかな音楽に戻ってほしい。どこにいるってんだい。ここら辺に埋まってるのかな、バグかなんかで。これがね、もうノーティシーノーティフィケーションズに入ってないからね、消えちゃってるんですよね過去のお知らせが。残ってたらね、そのノーティフィケーションズをね、この人は、ここら辺のものを取りに来た人かな。ここになんか置いてるもん。あ、これは敵のものか。まあ、何かしら取りに行ったんでしょうね。ここにもいるなゴブリン、なんとかしないとな。トレーダーさん、3 days and 5 simple chair ね。あ、いいよ。いいよ。カーションインズカーテンズインエクステンズカーテンテインな、なんだろう。カーテンズ、まあいいよ。ウトンチェアを、何個だっけ。あ、ウトンチェアを3つね。軽い。もうすでに作ってるしね。あとでモフモフにする予定なんだけど。お、レベル4、いいね。メイソン、メイソンさんね、いいぞ。で椅子座りきれてなかったから、いくつか置きましょう。食堂も早く作りたいですね。5個あるんだね。よし、普通のウッドンチェアは5個もあるから大丈夫。んで2人ともたどりついてないねまだ。ちょっと道間違えないで。こういうとこはね仕方ないんです。あの女性の方はどこに行った。あもう暇してるね、倒しちゃったんだね。 OK だよ。じゃあこっち側に行ってもらおうかな君は。はい、間違った。こっち、これをやめてこっち側に行ってもらおう。ちょっと夜になったら帰りましょうね。あ、そうだ、食堂建ててる途中だった。これが建ったら内装も手をつけましょうか。なんで、君ちょっと道間違っちゃったな。二
人ともとりあえずここに連れてきてから負ければよかったな。というより一人倒し忘れてるぞ、あの人。じゃあ一旦では水でぶつかったりしそうだから、ある程度走ってから OK、 こっちです。こっちに来てね。あ、夜になってきたな。お、早いね君。じゃあどこに行かせようかな。ここら辺かな。あ、なんだい。あ、君、そっか、君もう来れるんだ。じゃあこの子には帰ってきてもらおう。うん、んで、あ、今倒しに行ってるところですね。お、ガクガクしてるぞ。いや、うん、あ、強いな、さすが。じゃあ君はこっち側に行ってもらおう。それでたどり着いたら帰りましょうね。他にはもう、 あっちにあるんだったな。で、さっきのシーフみたいなのは、あー、もうここまで来ちゃった。ちょっと見とかないといけないな。うまく登ってくるかな。君はどうかい。まだまだかかりそうですね。まあ一人なら、あ、登ってきたね。うん、これはディフェンスモードですね。パパーン。普通に村人さんたちでだけで倒せるでしょ、これ。こんだけいるところにね、一人でやってきたんだから。はい、やっちゃって。早く壁を作らないと。うわ、ひどい。ひどい。ちょっとかわいそうになるレベルだったよ、さっきのは。終わりね。んで、到着しました。じゃあ2人とも終わり。うん、もう帰っちゃっていいよ。あら、ダラダラしてますね。なんかうまいよ。ゆっくり帰っておいで。あー、ここになんかいるな。立派な集落ができてますね。うん、下あたりに倒しに行こうかな。こっちはわかんないな。ここは大丈夫でしょう。うん、あとちょっとですね。どうなんだろうな。どこに敵は XLA、うん、あー、これ建物だけを見ることができるんだ、これで。へー、知らなかったな、それは。ほう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 、使えそうですね、いっぱい建物が増えたときには。あ、これ掘ったところだけが見えてる。あ、すごいね、これ見やすいですね。なんだ、わざわざ振る？あ、フラット、なるほど。へえ、便利。スライスしていってみましょう。ひょっとしたら敵が埋まってるのを見つけられるかもしれない。ですよね、他の方の実況動画をちょっと見たりしてるんですけど、埋まっちゃってずっとこの音楽が流れてるっていうのはあったので、それかもしれないなと思ったんですけど、確認できるところとしては埋まってないですね。うんですね。こっちは関係ないと。なんだろうな、よくわからないですね。よし。あ、暇してる。あ、でもまだ終わってはいないんですね。木は足りてるかな。もう足りないかもな。じゃあここら辺伐採しましょう。うん、ここら辺よろしくね。あー、で、これどうやらですね、メモリとかに余裕が、パソコンのメモリとかね、余裕がなくなったら仕事あるのにここにたむろしちゃうってことはあるらしいです、どうやら。でもちゃんと動
き出したってことはそういうわけじゃなかったみたいですね。ただ単に木が足りなかったのかな、持っていく分が。うーん、小麦がすごいことになってる。小麦ね、ちゃんと作業してるもんね。仕方ないね。おお、すっごい引き連れてる。羊さんも多すぎるもんな。ごめんごめん羊さん、何人か何匹か犠牲になってもらいます。すまない、増えすぎると困るんだ。動きも悪くなるんだ多分。うん、やっぱ動いてるものが多ければ多いほどメモリも使いますからね。仕方ないな。うん、これお水をね、食堂の中に置くんでしたね。ここもういっぱいいっぱいになりそうですね。小麦ってそんなに育ちやすいのかな。他の食料に比べて多い気がするんだけど、なんでだろうな。ケンさんは帰ってきたかな。あ、わかんないな。帰ってきたかな。ここら辺、この人はもうまずいるんですけど、もう一人の人がどこにいるか。この人は何、なんかいたよね今。あー、これはね、罠の人ですね。この人、この人どこ。アデリアプリントですね。あ、全然ダメじゃん。はい、この人、あ、寝てますね。オッケー。あ、よしよし、起きましたね。この子たち何してるんだろう。あ、木を取りに来たわけね。あ、食べ物も取りに来たわけね。あー、置いたり飲んだりだ。これはいけません。あ、これはいけませんよ。あ、あ、ちゃんと持っていったぞ、一個。ちゃった感じですね。なんでだろうな。そして、あとちょっとじゃん、頑張って。あとちょっとだよみんな。あ、めちゃくちゃになってるな、ここら辺が。そっか、木を取ったからか。困ったな、相変わらずだな、ここは。何を減らそう。次は糸が大量にあるんですよね。じゃあ木を動かしましょう。もう、あ、小麦もそれに入るんですね。動かして、そっちがいっぱいいっぱいになるかな。次はファーマーさん、いいですね、レベルアップです。どんな感じ。5.7、あー、188ってすっごい上がりましたね。で、あー、これね、ナチュアルス、あー、サプライズ、おかしい。まあ、何かあるんでしょう、いいことが。スピードが上がってるね。いいね、いいね。カーペンターさん、すっごいことになってるでしょ、多分。あ、作り終えましたね。でも今ちょっとモフモフの椅子を作るのは危ないので、テーブルはあるでしょ。でもテーブル足りないかもな、食堂を作るとしたら。じゃあテーブル作りましょう。10個作ろう。あとちょっとだよ。あれ何してるんだろうな君たち。ぼーっとしてるな、ぼーっとしてるな。これは、これはパソコンが困っちゃってる状態かな、多分。困ったな、これじゃあゲームやってられないぞ。こうなったら羊をやっつけるか。いや、でも羊結構減ったな。どうしましょう。結構暇になったんだね。糸がね、まだまだ大量に作れるんですけど、糸も
糸で大量なんだよな、もう。だから糸をなんとかして使いたいからこれを作ってみようかな。あ、こんな連打するもじゃなかった。これが4つぐらい作ろう、うん、これでいいんじゃない。で、料理の人は小麦粉を結構作ったはずだから、あー小麦粉じゃない、パンを4つ作りましょう。うん、作れるかな、微妙なとこですね。みんなお腹空いてきたね。あ、お腹空いたら動いてくれますね。あ、よかったよかった、ちゃんと動き始めてくれました。他のやることに気づいたら動き出すっていう感じですね。餓死されるよりはいいですよね、完全に動けなくなって餓死されるよりは。で、皆さんちょっとね準備ができたようなので、また探索に行ってもらいましょう。あ、探索というか倒しに行ってもらいましょうか。ケンシーさん2人が食べ終わったらですね、ケンシーさんはこの子、あ、この子は違うね。でも羊毛を売りましょうかね、多すぎるからね。うん、10個、あ、全部売っちゃった。まあでもここら辺ね、倉庫に入ってないやつはね、全部売れないからね、残ってるでしょう。あ、椅子は使うから、テーブルが8個か。でも立派なやつだけを使う予定なので、多めに作ってもらった方がいいんですよね。で、うん、食べ終わったでしょう、きっと。じゃあ君にはこちらに行ってもらいます。動物ですね。あっちにも行ってほしいんだけど、ここが結構立派だけど武装してないな、誰も。一人で行けるかな、これは。多分大丈夫。多分っていうか大丈夫でしょう。絶対大丈夫でしょう。なんかリーダーらしき人すらいないからね。多分立て終わるでしょ。あ、終わらない。あれ、さっき動いてなかったっけ。おや、あ、これじゃダメなんだ。こうか。うん、あ、うん、あれ、ここに一人いるのは何だい。あれ、あー、棒立ちだな、みんな。これはね、ちょっといけませんね。実況打ち切りになるかな、これじゃあ。あ、動き出したね。どうしようかね。ここにまだ完成してないけど、ここにパンはなしで、ビールは関係ないんだけど、フードコンテナ、これね、間違った、こうして、これに小麦が加わってたから、小麦も置いておきたいから、これはありですね。よし、ですよ。これ、あれ、なんかちゃんと段差作ったはずなんですけど、あ、置けないってことは作ってあるんですね、多分。みんな作ってほしいんだけどな、これは。あー、かぼちゃですね。おや、作ってほしいな、あとちょっとなんだけどな。あー、食べ物を置いてるんですね。あー、棒立ちだな、みんな。あ、そうだそうだ、戦いに行ったんだ。あ、今ちょうど戦い始めましたね。こっちはまだ到着しない。あ、あとちょっとですね。この村のね、物資を取ってもらいましょうね。はい、ゲットゲット。うん、こうしたら、まあ、やってくれるんじゃないかな。棒立ちしてる人も、こ
これによって動いてくれるといいな。ねえ、木は別にいいや。うん、倒した？うん、倒したね。うん、じゃあこれは、うん、全部じゃなくて、うん、で、夜だな。まあ、あとちょっといけるでしょう。ここら辺に出回ろう。あ、で、多分遠回りするんですけど、あ、なんだなんだこの動きは。うん、遠回りするんですけどね。で、あれどこだったっけ、ここら辺。あ、戦ってるね。いいぞ、いいよいいよ、戦いに行ってるね。うん、よしよしよし、これで見つけた敵は倒してくれるでしょう。うん、こっちも取る指示をしたし、みんな取りに行ってますね。おお、すごい量になってる。ちょっと待って、あ、なんか出てきたぞこの人たちが普通に取っていったなんか夜中ってこんなに行動させたら危ないですね。敵がいるからね、夜は。あ、君帰ってるね。別に帰っていいよ。よし、こっちの方も気になりますが、また明日かな。よし、おお、すごい、アリみたいあとちょっとなんだけど、これはなんで作ってくれないんだろうな。木もあるでしょ、普通に。なんで作ってくれないんだろうな。これやって、あ、これフロアでやったのか、そういえば。それはいいんだけど、あ、来てほしいんだけどな。せっかくの本格的な建物計画が、初めてのせっかくだったのに。あれ、あー、なるほどね、ゴブリンに見えたよ。うん、みんな撮ってるね。いいね、いいね。あと1個、これゴールドインゴットはいいよ、大切だよ。で、君はここら辺まで行く予定だったよね。ちょっと追っかけましょうか。うん、どこに、こっちか。何かあるかな。ベリーはありますね。あ、お花も飾りたいんでしたけど、これは綿花ですね。なんで何もないかな。何もなさそう。というか、どこに行くよって。あ、終わりね。いいよ、おしまい。ありがとう。眠たくなったら帰って寝るがいいさ。なんだろうな、これ以外の仕事はちゃんとやってくれるんだけど。暇してるな。これやってほしいんだけどな。せっかくの これ位置が悪いのかな。ひょっとしたら端っこまで過ぎたかな。あー、可能性ありますね。このゲーム今のところまだあんまり修正できないんですよね。じゃあ、石かな、これ石か。これが石だよね。いや、石はありえるな。うん、ありえる。石不足はありえる、普通に。じゃあ、ここを掘ってもらおう。結局ここがね、石掘り場になってますよね。1、2、3、4。これで、建物もいいよ。うん、これで、そうだそうだ、木じゃなかった、そういえば。よかった、ゲームが動かないわけじゃなかったんですねなんか綺麗にはまってるんですけどよかったよ。狭いとこ好きですよね、動物って。あ、時間が結構経ってますね。では今回はこれで終わりましょうかね。よし、それではご視聴ありがとうございました。次回もぜひ見てくださいね。